3月4日金曜日、ニューズオプエド、ナビゲーターの井田あかねです。早速本日の出演者をご紹介いたします。ゲストは一般社団法人不動産競売流通協会代表理事の青山和弘さん、そして解説員はフリージャーナリストの五十嵐文彦さん。五十嵐さん、後ろに素敵な絵が置いてありますけど、下手くそなんですけど、これはあのルノワールの、はい、イレヌ・ダンベル城という、ね、はい、武者、五十嵐さんがお書きになられたんですよね、はい、そうですね、どれぐらい時間かけられたんですか。これはあの3日ぐらいかかりました、ね、3日、3日でかけるんですね、うん、色紙ですからちっちゃいものです、ね、水彩絵の具ですか。水彩とそれから色鉛筆、色鉛筆も使うんです。それで油絵 の模写をするのは難しいですけどそうなんですね。素敵な絵をありがとうございます。そしてアンカーはノーボーダーニュース東京編集主幹で明治大学名誉教授の蟹瀬誠一さんです。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、青山さん、本日はどちらからのご出演でしょうか。はい、今日も沖縄で沖縄でございます。はい、自宅です。すごいいいですね。暖かいですか、そちらは。今日は半袖でしたね。羨ましい。いいですね。さあ、そんな青山さん、タワマンは長屋を縦にしただけという名言をお持ちですけれども不動産の日本と海外の違いについてお聞きしたいのですが、不動産といえば投資の側面も、ね、あると思うんですけれども、海外不動産投資におけるメリットデメリットなど、日本で行うこととの違いなど何かありますか。そうですね、やっぱり一口にこの海外不動産といってもいろんな国がありますから、はい、やっぱり先進国でアメリカもあればヨーロッパもあったり、あとは皆さんによく宣伝で来るのがアジアですよね。ベトナムとか例えばフィリピンとか、うん、でそういったところいろいろあるんですが、まず一番最初投資する前にはその国 その制度をちゃんと勉強してから買わないと、あの失敗してる人たくさんいますんで、はいはい、特にカンボジア投資なんて一時すごい流行ったりしたんですが、まあ、ほとんどポシャったというかですね、うまくいかなかったり詐欺みたいな業者にね捕まされたりしてたもんですから、あのまずね、あの、まあ、違いっていうよりもまずは投資される方よく地元の勉強をして、でそれに合わせてその例えば新興国であればフィリピンあたりであればその値上がりをする期待できる地域を買うってことでしょうね。なるほど。カンボジアもあれ、プロンペンの駅前なんか、駅前って言うんだけど、街中でもうオークションですもんね。ですね、うまくいったところは値段がついてますよね、うん、だからその賃料では回らないんですけど、うん、そういうところは賃料では回らなくてもキャピタルゲインでいけるので、結局2000万ぐらいのこうワンルームを買ったとしてもベトナムあたりで結局貸せる賃料って2万円台だったりするわけですね、うん、実際問題、うん、でそうすると利回りではもう回らないんですが、それが3000万とか4000万の可能性はゼロではないので、まあ、そういったどういうふうに儲けるかというのをよく考えて勉強しないとなかなかただうまくいけば面白いですしね、はいはい、さあ、ウクライナ情勢と不動産業界との関連についてもちょっとお聞きしたいのですが、ロシアの侵攻に対して NATO、アメリカなどによる経済制裁が行われています。今回の戦争により不動産業界の影響というのはあるんでしょうか。不動産業界、ウクライナだとですか、まあ、僕らが扱っているものに関してはないですよね。例えばレジデンスであったり普通の物件なんですけれども、はい、だからそれに伴って中国がどういうふうに動くかによってはやっぱり中国人の方は日本にたくさんいろんな不動産をお持ちですから、うん、まあ、そういったものがたくさん急に売却をされるとか、まあ、そういった懸念は出てくる可能性はあるでしょうけれども、はい、その、まあ、ヨーロッパの人が日本土地とか不動産を持ってるっていうのは非常にあまり聞いたこともないんで、うん、その辺直接的な影響っていうのはまだないとは思うんですけれども。はい、分かりました。ではね、ウクライナ情勢についてねちょっと伺います。引き続きねニュース解説でも取り上げていくんですけれども、蟹瀬さん、
はい、バイデン大統領が1日の一般教書演説の中でプーチン大統領を呼び捨て継承をつけずに非難したわけですけれども、これはどういった意味合いニュアンスがあるんでしょうか。継承をつけないことに対して、ね、まあ、日本との感覚の違いというのはあるんでしょうか。まあ、非常に異例中の異例ですよね、うん。特に外交なんかではきちんとした肩書きをつけるっていうのはもうプロトコルの中にあるわけでね。だからやはり今回のウクライナ侵攻に対しての怒りとか、それからまあ国内でもう中間選挙始まってるようなもんですから、そこでそのりりしい姿というかな、そういうものを示すっていう意味合いもあったかもしれないね。だけどもう一つの見方としてはね、もうちょっと僕バイデンさんのこれまでの発言に違和感を感じるんですけど、どんどんこうプーチンを刺激していってね、そのためにこう向こうも追い込まれた感じになってって攻撃に入っていったっていう雰囲気もゼロではないんですよね。だからこれやっぱ言葉遣いっていうのは気をつけなきゃいけないなという気はしますね、はい。まあ、プレゼントとかなかなか呼べなかったんでしょうね。はい、ありがとうございます。それではノーボーダー DX スタジオから生放送でお届けします。ニューズオペイドスタートです。改めまして青山さん、五十嵐さん、蟹瀬さん、よろしくお願いします。ここからの特集では青山さんに競売不動産はどのくらい安く買えるのか、実際の競売物件の事例をもとに解説していただきます。早速物件の紹介に行きたいところですが、その前に改めて競売不動産というのはそもそもどういった物件なのか解説いただけますでしょうか。はい、競売不動産というのは主には不動産を担保にして、お金を借りて、でお金が返せなくなってしまったら不動産が差し押さえをされ、売り払われるという、一応国がやってる制度なんですね、はい。で裁判所が、一応窓口となって全部やりますので、はい、ちゃんと手続きさえ踏めば、引き渡しまで困ることなく進むんですが、なかなかね、競売っていう名前だけで皆さんひるんで、なんかこう、ね、買っても出てかないんじゃないかとか、買った物件にね、やっぱり事故物件があったりとかね、そういうこと考えますもん ね。そうなんですよ、そうなんですよ。だからそこがまだいいところでしてね、いいところってのはないんですけれども、まだそういうネガティブなイメージなんで、まだ安く買えてます。はい、競売に、ね、かけられる物件には持ち主がローン払えなくなったりとか、中には、ね、今お話出ましたけど、事故物件などあるそうなんですけれども、主にどんな物件のケースがあるのかということと、あと何かこう珍しいケースっていうものがあったら教えていただきたいんですが。そうですね、珍しいケース、どんな物件多いかって言ったら、やっぱり一番多いのが、今多いのはやっぱり普通に住宅ローンが払えなくなって、競売にかかる、もしくはアパートローン組んでね、アパート買ったんですけれども、それもやっぱりうまく回らなくて、出てくるっていうのが、ほとんどを占めるんですけれども、はい。あと変わった出方で言えば、例えばマンションの所有者、管理費とか滞納をずっと続ける、何十万何百万ってなっちゃうと、管理組合がその持ち主、部屋持ってるわけですから、を競売に申し立てるなんていうケースもあったりします。借金が一緒についてくるってこともあるんですか。あります。借金というか、要は管理費ですよね。だ区分所有建物であれば、管理費修繕積立金っていうのは、その負債は、ついてくるっていうわけじゃないですけど、一応建て替えて払わなきゃいけない、払わなきゃいけないという形になりますね。そうなんですね、はい。そんなね、競売不動産の、メリットってでは何なんでしょうか。またね、デメリットですとか、あと注意点、そのあたりも教えてください。メリットは、やっぱり安く買えるってことですよね。であとは普段皆さんマーケットで見ない、僕らもマーケットで見ないような商品が、ポコッと競売物件出てくるとか、それがメリットっちゃメリットですね、やっぱりね。でデメリットって、ね、おっしゃいましたけど、はい、基本的には競売不動産も含めてデメリットっていうのはないんですよ、全てに対して。結局注意点とかリスクっていうのはいろんな物件あるんですけれども、例えばですけど、その線路の横の土地がね、すごくうるさくて嫌だっていう方はデメリットって思うでしょうし、てっちゃんみたいなね、鉄道オタクの人だったら、もう毎日見れて最高だと
だから不動産 にやっぱりデメリットっていうのはあんまりなくて、リスクはあのいろんなね通常物件も競売もあるんですけれども、まあ競売の方がやや、まあ、リスク管理が必要な物件かなっていう感じですよね。あとどの辺がね、うん、適正価格っていうか、うん、見極めていくっていうのがなかなか素人には難しい、その辺のところのこともあるような気がするんですけどね、うん、はい、そうなんですよ。あのこの後売却事例いろいろご覧入れますけれども、その最初に裁判所からこれでぐらいから売り始めるよっていう値段と、実際に落札する値段がまずかけ離れてるんですね、うん、でじゃあ裁判所が1000万円でスタートだって言った金額が2000万で落札されると普通の方は高いと思うんですけど、うん、じゃあそれがマーケットでちょっとだけリフォームして3000万で売り出されてるわけですよね、うん、だから実際は皆さんが広告目にする3000万円のぐらいの物件が競売では1000万ぐらいがスタートラインみたいな形で普通に出てるので、だからいくらで入札していいかっていうのが多分わからないと思うんですよ。なるほど。あの今ね、YouTube のチャットの方で、あの競売物件は外国人でも買えるんでしょうか、はい、というご質問いただいてるんですけど、国籍って関係あったりしますか？全く関係ないです。日本の、普通の不動産の法律とは同じ適用なので、はい、日本の不動産というのはもう誰でも買えるというより極めて珍しいですね。そうですね。はい、どこもかしこも買えるんですね。はい、わかりました、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、ではね、いよいよあの先ほどもおっしゃっていた、はい、その実際のね、うん、競売物件の事例をもとに解説をしていただきたいと思います、はい、まあ果たしてどれぐらい安く買えるのかということでね、はい、今日はいくつかご紹介いただけるんでしょうか？はい、今日は、3つぐらいですね。ちょっと、はい、あのマイホームタイプ2つと、あとは投資物件みたいなオーナーチェンジっていう物件があるんですよ。うーん、でそれ競売でも実はありましてね、後でもちょっと説明しますけど、はい、結局競売にかかる人っていうのは例えばワンルームマンションのオーナーだったりするんですけど、うん、はい、中に住んでる人は普通の会社員の方だったりするわけですね。でそのまま競売に来ると、じゃあ新しく買った人はどうなるか、あどういう権利があるかって言ったら、基本的にはその方は追い出せるわけなんですよ。うーん、でも、ね、逆に追い出すんじゃなくて、買った後今までとね同じ条件だからこのまま住んでって話になれば、まあ、向こうもね別にオーナーが変わろうが家賃も変わらずね普通に住めれば、はい、まあいいやっていう方がほとんどなので、うんうん、まあ、実際オーナーチェンジのような物件が競売もたくさん出ているんですよ。でそういうのも今日はね1個紹介しますので、はいはい、お願いします。はい、では今日はスライドなのかな、多分。はい、1つ目、うん、お願いします。はいはい、ですね、これは一つ目で、これ葛飾区の、これはなんかマンションですかね。でこれ築年数見ていただくと、まだ築3年ですよ。うん、ね、で徒歩8分です。築3年、52平米。はい、ね、まだこう若いご夫婦でもいいし、シングルがね、広く住むにはいい物件だと思うんですが。で、この写真っていうのは、あの競売に出た時に見れる写真なんですよ。見られる。なるほど。うん、で逆に中は見られないんですね、競売っていうのは。だからこの写真を見て、であとは、まあ、これ地区は新しいんで安心ですけれども、まあ、場合によって現地もねきちっと確認をして、検討するってことになるんですが、で、検討の時はこの写真プラスもう一個ね価格の情報っていうのがあるんですよ。でちょっと進めていただくと、はい、おっと、でこれ、あ、先に出ちゃったの、これあれなんですよ、今売ってる物件なんですよ、実は普通のマーケットで商品として。へ、うん、だからこれね、業者、この売ってる業者見たら怒り狂うでしょうけど、まあ、怒り狂うことはないか要は競売で競売でね、ネタバラシですよ、競売でいくらで買って、でいくらぐらいでリフォームかけて、で再販いくらでしてるっていうのを今日は説明するんですけども、ね、別に、ね、悪いことでやってるわけじゃないんで、ね、大丈夫ですけど、まあ、でもちょっと進めていただくと、新興物件っていう感じで、うん、結構買う方安心じゃないですか、うん、駅からも近いっていう、うんうん、もんですよね。でちょっと進めて、はい、進めていただくと、そうここに今ねちょっとちっちゃいですけど売却基準価格っていうのが書いてあると思うんですよ、スライドのところにね、うん、で2119万円で、この数字が一応売却基準価格スタートラインみたいな値段なんですよ、うん、
でそうしますとね、やっぱり葛飾区でね52平米築3年で2000万ぐらいだと買えないですよね、やっぱりね。だからまずそこで、あ、これは安いと思うか、あーって思うかで、もうここでもうスタートラインがやっぱりプロと、まあアマチュアというかですね、普通の方が差が分かんなくなっちゃうわけですよ。それで、ね、値段を指していくかっていうことですね、うん、そう、そういうことです。だから、基本的な情報っていうのは今さっき見た3枚の写真とこの値段の情報、まあ、これを軸に考えていくということになるんですよ。難しいね。 で進めていただくと、この物件ですね25件入ったんですよ。で25件っていうと、まあ、どのぐらいかっていうと、まあ普通ぐらいですね。あ、そうですか。普通ぐらい、うん、あ、ちょっと多いぐらいかな。まあ、10件から15件ぐらいが多いんですけど、25件というのは通常よりちょっと多めに入ってるっていうことで、うん、多めに入るいいよねってことですよね、うん、どっちかといえば。そうですね、地区も、うん、地区も新しいのと、あともう一個、基準価格が安い場合はやっぱり分かるわけです、素人の方でも。だからいっぱい入るっていうことで、実は業者が25件も入れてないんですよ。もう大体もう業者入れる業者って特定して決まってるので、せいぜい、まあ、これの3分の1ぐらいだと思います、業者は。他は個人の人が7、8件、あとは個人です。これだという感じで、はい、ああこれなら安いな、俺も欲しいなと。で基準額より上で入札はできますから、じゃあ俺思い切って2300万円だとかね、2500万超えたらいいんじゃないかなんてやっぱこう思って入れるわけですよ、で裁判所が基準って言ってるわけですから、でそうすると進めていただくと、落札価格が、どうぞ進めていただいて3328万。あ、やっぱりね結構いきましたね。僕3000万ぐらいかなと思ったの、ね、ああなるほどなるほど、3328万。そうすると猪瀬さん、あのごめんなさい、蟹瀬さんだと今ちょっと高いなって気しますよね。3300結構、うん、結構持ったりするなと。でどんどんじゃあこれ進めていきましょう。そうするとこれ、ですね、落札価格プラスさっき言ったあの管理費の滞納がこの人あったんで20万円、でこれを、建て替えて払わなきゃいけないっていうのと、まあ、あとはですね築3年なんでもうクリーニング代程度で、あの今回終わりますから、まあ掃除代だけ一応計上して、はい、で合計が、ドンと出ると総合計が3352万円で一応、まあ、仕上がったというか、で後ろにあるこの図面が今値段が抜けてますよね、白でね、チラシが、でここじゃあそこを出してみてください。進めていただくとこれ今3999万円で売ってます。へえ、ね、しかもね経費は今回築3年なんで通常は結構リフォームするじゃないですか、業者も、でこの3年ですから、そうなんです、やっぱりお化粧して、で築3年でもほぼ新築同然ですから、まあ、掃除がね、まあ、4万で済むか別として、まあ、まあ、5万でも10万でもせいぜいその程度でねピカピカに磨き上げて、で売るっていう程度なんで、業者としても楽は楽な物件ですね。で、どんどん進めて、自分で住みたい、自分で住みたいと思って個人なんかで入れてる人もいるわけですかね。あのほとんどそうだと思いますよ、この25件のうちの20件近くは。なるほど。でも3000万円を超えて入れてる人は、素人の人は多分1件もないと思います。うん、やっぱり基準が2100万なのに3300ったらやっぱり思い切った感覚だと思うんですよね。でどんどん進めてください。この物件は結果的にはこの差額分ね 17% ぐらい、この今のチラシからね 17% 引きで買えたという形になるので、まあなかなかのディスカウントぶりなんですよね。持ったより、まあ、そしたらね、まあ、もうちょっと経費はかかってますけど、まあ実際落ち着くのがおそらく 12-3% では利益はね出てんだろうなと、まあこんな感じです。だから逆に言えば、マイホームをこの辺で考える方は多分値段を分かってるわけなんですよ。4000万円はしないけど3000万円こんな安い物件はないよなってやっぱり絶対分かってるんで、僕は素人だからやっぱ3000万っていうのパッと気にのいいとこ出ないんですよね。気にのいいとこ出ない、そうなんですよ。いやそこからやっぱ市場調査をして、その時価っていうのを調べるんですよね、僕ら。この物件今いくらで売れるんだろうっていう、でその時価をバシッと決めた後に、まあ
利益を入れていくらぐらいで買おうかと、だから本当のセカンドマーケットになるんであれば、一般の方がこれはもう4000万にほぼ近いあの物件だなってもし判断できる、もしくはアドバイスされれば、あ、じゃあ3500万でも買いたいなっていうふうになれば結果的には得なんですけれども、だけど築3年で出たっていうとね、まあ うん、その人が売りたい理由があるわけでしょ、きっと。まあ、売りたい、売りたくないんですよ。滞納してたから、もうお金が回らなかったっていうのが理由なんです、はい、そういうことです。そういうことです。これ、ちょっとこれ、資料省いちゃったんですけど、実際借入額っていうのが、これ4000万以上なんですよ、この人。借りてる金額が。で、結局、借りれなくなっちゃって、払い切れなくなって、競売に来ちゃったっていう感じですよね。こんな感じで、あと2つぐらいあるんで、はい、で今日は、あ、もう40分超えたから、もう有料の人見れないのか。大丈夫か。今日はね、あの予想価格を出そうと思う物件が1個あったんですよ。タワーマンション、もうカニセさん好きそうな銀座ですけど、ね、去年末にほら引っ越したばっかり、ああじゃあね、もう1本じゃあそれはちょっと置いとくとして、じゃあ次の物件いきますか。はい、次これはねちょっと郊外のやつで、なんでこれを選んだんだろう。あ、これもね、駅すごい近いのと築5年なのと、うん、中がもう住んでないじゃないですか、空で、だから一般の方なんか東村山、ね、この辺で探されてる方であればなんかすぐ住めそうだしいいなと思うだろうなと思ってちょっとピックアップしてですね、なんか人が住んでると嫌じゃないですかやっぱり、そうですね、競売ね、はい、どんどん進んで、そうなんです。だからこれ今売ってるわけです、こういう図面でこれで売ってるんですね。でさっきみたいにちょっとどんどん出していきますけど、これ1375万円でスタートなんで、僕もね東村山その得意じゃないですけど、さすがに安いですよね、徒歩に駅前に、ね、さすがにおお、さすが、なんか大丈夫ですかね。さすが38件も入る。人間ですから。38件。青山さん、すいません、あの、はい、こういった物件ってあのちょっと YouTube の方の質問で来てるんですけれども、家具などの、ね、荷物って残ったままだったケースってあるんですか、はい、っていうことなんですけど。ああ、それはたくさんありますよ。あ、そうなんですね。はい、物件残してもうどっか行っちゃったって方いますから、競売物件というのは中に荷物が例えばたくさんあったとしても、これは買ったことにはならないんですよ。あ、そうなんですか。買ったことにはならないんで、結局は買ったのは不動産だけですから、はい、中のものは基本的には元の所有者に引き取ってもらう、返す、もしくはあの許可を得て処分するとかね、まあ、そういった方法があるんですね。あの譲渡というか、勝手に使ってはいけないということなんですか。もちろんです、もちろんです。はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、でさっきのじゃ図面の続きにしますとね、38件いっぱい入ったということは安いで、落札価格が、ドン2575万。あ、カニセさんまた買えませんでした。もうちょっと出せよ、ま、ちょっとケチセさんになっちゃいますよ、それだと。ちょっと場所がね、場所がね、分かりづらかったですね。どんどん進んでいただくと、その辺に住んでれば考えるけどね、死んでいるからね。と本当ですよね。滞納がまあちょこっとあって10万円ぐらいで、ですこれももう地区全然新しくて、さっきの写真の通りですから、まあもう本当拭き掃除ぐらいでいいでしょうということで4万円と、仕上がり単価が、いくらですか、2589万円でね仕上がりました、で今売ってる値段がドン3980万円。おっとこれはおっとですよね、もうこれなかなかですよね。まあ、これでこうするともうこんなにですよ。まあもちろん売れてないんです今これね、だからこれで売れるとは限らないですけども、まあさすがにね、当てずっぽうとは業者もつけないんで、3500万だとしで売れとしても、まあ、かなりのね、安く業者もうまくね買ったんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、こんなのもね、今ね郊外のところでちょっと、まあ、あの小さい部屋一つ持ちたいとかね、そういう需要もあるんでしょうしね、
駅2分ですとね、やっぱり将来的に価値も下がりづらいと思いますから、うん、はい、まあ、こんなのがあったりで、最後が、あ、ちなみにね、あ、いや、1個戻していただいて、今のスライドね、戻せないのかな、これ2番のやつ、うん、あ、 戻りましたね、はいはい、でこれでね、ちょっと説明すると、この売却基準額1375万円じゃあなんだよって思うじゃないですか、安いと、うんうん、でこれはどうしてもちょっと仕組み上安く出るようになってるんですよ、あの裁判所の資料で評価をした後にいろんな係数がかかって安く出るんですが、じゃあ実際の落札価格っていうのは、全国平均でも 1.6 倍ぐらいなんですよ。だから東京にいたって言えばもう2倍ぐらいですから、だから基準価格の2倍、まあ2倍の物件もあるし3倍の物件もあるし 1.2 倍の物件もあるんですが、要は基準価格で買えないよってことなんですよね、もう。それはもうオークションと一緒でスターティングプライスですね、うん、そうですね、そうなんですよ。だから名前がね、スターティングプライスってまさに変えてほしいぐらいで、基準価格って言うとなんか裁判所が認めたこのぐらいの基準だよってやっぱ思っちゃうじゃないですか、価値が。 そうだね、それが一番価値のとこだよっていうね、そうそうそう、うん、だからこれスタート価格に変えてほしいんですよね、言葉を。本当はね、本当はね、はい、すいません、余談になりましたけど。で最後の1個あれいきますか、はい、青山さん、五十嵐さん、そして蟹沙さん、本日は本当にありがとうございました。いや、勉強になりました、ね、勉強になりました、ありがとうございます。とんでもないです、競売買ってください。さあ、来週の3月7日月曜日のニュースオペエドは、ゲストに五輪アナリストの春日良一さんと、ミネソタ州立大学特別功労教授の諸星豊さんをお迎えします。特集では国際社会における IOC の役割についてなどお話を伺います。アンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正幸さん、ナビゲーターは小林敦樹さんです。それではまた来週。